はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、またちょっとあの自動く、車用品のね、ご紹介ということで、ちょっとしようかなと思います。なんていうか、僕の場合はね、バイクでも、使おうかなと思って、るんですけど、こちら、じゃん、ね、何かというと、ポータブルナビゲーション、ね、カーナビゲーション、ね、の、ご紹介になります。でこちらのはね、今回ご商品提供をね、いただいて、お話しいただいて受けしたんですけど、なんていうか結構ね、僕の場合は、車は当然ね、今の車なんで、ナビはね、ついてるんですけど、特にやっぱバイクで使えるんじゃないかなっていうのをね、思って、でちょっと面白そうだなと思って、商品提供レビューのね、依頼というのを受けてみました。実際ね、こちらの方とりあえずね、開けて中を見ていこうと思います。部品の方なんですけど、ちょっと一応ね、充電とかでね、中は一回開けたんですよ。使い方もね、ちょっと見とこうと思って。まずは、カーナビの本体ね、本体ですね。本当に、ちっちゃいね、ちっちゃいですね。で一応注意書きということで、2時間から3時間ね、まず充電してくださいよという案内入ってますけど、やっぱり充電しとかないと、結構ね、満充電でもどのくらいかな、ちょっと実際何分とは測ってないんですけど、やっぱ電池はね、結構食ってしまう。容量もそんなにないのかな、これ食ってしまうんで、しっかりね、充電をしてから、とりあえず使って、最初電源入れるときもね、やってみてください。で、車にね、やるときはここから USB のね、やつで、充電、給電をしながらね、使うことができるっていう、主にその使い方になると思うんで、問題はないんですけど、最初はしっかりね、充電してから、電源入れてください。僕もね、とりあえず電源入れてみようと思って入れたら、結構ね、やっぱりなんていうか電力が少なくて、だからなんていうかな、充電しながらやってても、なんていうかな、ちょっとしんどいっていうかね、いう感じだったんで、しっかり充電した方がいいと思います。で入ってるものとしては、ナビ以外に、取り付け用のプレートね、これがね、ナビのこの背面に、取り付けるような感じで、このアタッチメントをつけることによってね、いろんなものにつけれるような感じのアタッチメント、まず背面のプレートね、それと、普通の、車用のステーですね、こういうやつです。さっきの背面プレートにカチャッとはめる感じですね。でもおなじみの吸盤のね、やつです。吸盤のやつね。はい。で、あとは、あと吸盤用のね、プレート、取り付け台ね。車の場合ね、取り付かないことの方が今多いんじゃないかな。結構ね、つるとしたところであればね、全然それだけでいけるんですけどね、なかなか難しいですよね。でケーブル類なんですけど、これが普通の USB の、短いケーブル、主に僕はとりあえず家で充電するときと、あとパソコンにつないでデータ更新とかもできるようになってるんで、そういった時に使えばいいかなと思います。そういうケーブルね。で、これシガーライターから取る、車で使う、給電用のケーブルになります。これだけですね。あとは、説明書、日本製の、日本製と言っていいんかな、日本製ではないと思うんですけど、日本のメーカーなんで、ちゃんと日本語の、説明書が、ついてますね。はい、ということで、ポイントとしては、こちらのナビゲーション、3年間ね、地図の更新が、無料でできるってね、それがポイントになってます。だから3年間ね、使えたら十分じゃないかなと思います。値段もね、このナビゲーション結構安いので、
まあどうなのかな、まあ僕の場合は主に、バイクで使えたらなとか思いながら、今のイメージねでは持ってるんで、まあ、あのバイクの場合結構振動もね激しく来たりするんで、まあ、あのどのくらい耐久性あるのかなとか思いながら、まあ、使ってみようと思いますけど、まあでもあのなんていうんですかね、まあ、あの3年間地図の無料更新ついてるというのは大きなポイントだと思います。で、実際ね、まあ、今からまたちょっとデモ走行、していけばいいかなと思うんですけど、あのちょっとね軽くだけ説明をしようかなと思います。まあ、あの実際家でねまた総括して、まあ、ここに電源ボタン関係言っといこうかね、電源ボタンね、シャットダウンボタンがこちらにあります。でこれがね多分あれかな、ペンかな、ペンじゃないのかな、これペンちょっと出ないな、多分これペンかな、ちょっと今爪でやっても出なかったけど、まあ背面の方でスピーカーね、です、あとは横面の方がイヤホンね、イヤホンと SD カードのスロットね、です。で、あと充電用の、ケーブル挿すところ、まあ、暗いかな、ね、シンプルです。で電源今長押ししましたけど、そしたらまあ、こういう画面になりますね。で、この動画の一番最後にね、まだ総括で家の方でねちょっと詳しい内容を撮影しようと思ってるんですけど、僕が使った感じね、このマルチメディア機能っていうのがあるんですけど、こちらちょっとねおまけみたいなものと考えてもらった方がいいですね。音楽ミュージックの再生の方はまあわりかし使えるとは思うんです。なんていうかな、車の方のオーディオとかに、まあBluetooth とかそういうのは積んでないんで、例えばBluetooth で飛ばすね、まあ、トランスミッターっていうかそういったものを、別にね購入してつけて、で音声をね飛ばして、まあ、こっちで音楽とかナビゲーションの、再生をするっていうね、それでもいいと思うんですけど、なんていうかな、ビデオの方は正直ね、そこまで動画の容量が大きいとちょっとね再生ができない。で僕の場合はHD でも難しかった、720やったかな、くらい 720p くらいだったら再生できた。それでもねちょっとカタ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 なる感じだったんですよ。だから動画の方はあまり期待できないかもわかんないです。だからまああくまでもこのマルチメディア機能っていうのは若干おまけ的な意味合いと考えてもらった方がいいかもわかんないですね。で主にね使う、まあ、ナビゲーションの方なんですけど、僕この正直このお値段帯のナビゲーションっていうのはちょっとなめてたとこもあるんですよ。この今見た感じね、このタッチパネルのこのタッチした感じ、この操作性っていうかこう反応がすごくいいです。それにねまずびっくりしたんですよ。こうね、この感じ、この感じ、今ちょっと画面がねあんまり今日はオズマクションで撮ってるんですよ。ちょっと画面見えてないんであれなんですけど、いけてるかな結構ね動きがねパッパパッパ早いと思うんですよ。でこうメニューをね、こういう風に立ち上げたり、どこかな、これかな、どうです、まあね、こういう動きがかなりスムーズに素早くパッパって動くっていうのはね、なんていうかストレスがあんまりかからなくて、僕はいいなと思いました。今ね僕この車で使ってるのはカルテリアのサイバーナビの、ま、もうちょっと古いやつですけど、ずっと、カルテリア愛用してますけど、やっぱりねデータ量が重たくなってきてるのかな、動きがね重たいんですよちょっとね。でそれに比べたらすごくスムーズです。でただね当然なんていうかな、機能的にちょっともうちょっと欲しいなっていうところは若干ありますけど、でもやっぱお値段考えるとなんていうか十分で、情報量もそこそこ入ってます。だから あとは使い勝手かな、はい、ということで、実際ねそしたらちょっとここにカメラ積んで実際のナビゲーションね、どんな感じか、これは僕もまだ見てないんで、
ルートの案内とかね、そんなにちょっと今日、いろんなとこは行けないですけど、どんな感じになるかっていうのを見てもらえたらなというふうに思います。じゃあ実際ねちょっと、走っていこうと思います。ではでは。はい、どうも。一個忘れてました。これもね、今回この、NVKIT01 っていうね、型番の、取り付けのこの土台っていうのもセットになってる商品だったんです。で、これもね結構ねやっぱり使い勝手がいいっていうことで評価されてるみたいで、メーカーさんの方で入ってるキットとしては土台と、あと吸盤型の取り付け台なんですけど、これがね伸びるんですよ。どうやって伸ばすのかな。あ、こういう感じですね。あ、こういう感じですね。ここがカク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 、なんていうかな、ある程度のとこでこうカチ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 って止まるような、仕組みの、土台になってて、だからこう向きは動かない。動くな。あ、でもこうか、こう向きかな、こう向きで使うのかな、こうか。どっちでもいけるのかな、だからこう向きでいいかな。結構ね、だからこの取り付ける位置から距離があるところでもこうしっかりね、なんていうかな、のこのアームが長いから伸びて、取り付けができますよということ、みたいです。ちょっと一回つけてみましょうか。ここツルツルだからこれでつくかな。これ吸盤、あ、吸盤ってこうか、これでつくかな。よっ、あ、つきましたね。土台なしでいけそうですね。はい、こんな感じですよね。で、こんな感じにさっきのナビに取り付けのプレートをつけてあげて、よっ、ね、つけてあげて、でここへセットする。あ、取れちゃった。おっとっと、取れちゃった。やっぱり土台はいりますね。よっ、こんな感じでつけてあげて、やっぱり土台はいりますね。土台ね、なかなかこの土台なしでつけるってのは難しいですよね。ほんでいいかな。で、両面テープでつけてあげて、こいつをこうやって、よっ、これでいいんかな。よっ、よっ、いけましたね。こんな感じになるのかな、ね。で、現在地今平常9席にいてるんですけどね、ちょっと遠いかな。ちょっと一回取り外して見ましょうか。今現在平常9席にいてますね。それでナビね。で、このナビ、出発地、出発地を設定しました、ね、現在地を出発地にしようと思うと、ここで出発地を押してもらうような感じになりますね。で、目的地の設定も、こう地図で変えて目的地設定って言ったら、こんな感じになります。ちょっと一回ね。だから普通に地図でピッピッってやって、場所を設定するっていうのも、こんな感じになるんですけど、なんていうかな、もともとこう場所を調べていくような感じであれば、どうしようかな、こんなんでとりあえずこうやってで目的地設定で、こういう感じになりますね。案内の設定としてはね。で、今回ね、ちょっとね、どうしようかな。ほら、地図の切り替えが早いでしょ。僕ね、結構ね、ちょっとここにちょっと京都との境目くらいにコンビニがあって、駐車場広いからここに行こうと思います。目的地設定、目的地を設定しました。
しました。でおすすめのルートでやってもいいし、例えば複数ルートの設定っていうのでもいいと思うんですけど、これで ルートが出てくるっていう感じになりますけど、まあ複数ルートの場合は高速優先、一般優先、最短距離っていうね、この3つが選べるようになってます。まあ高速なんかも近いとこなんでそんなに使うところないと思うんで、ないんですけど、まあ一般優先でいいのかな、最短距離っていうのでもいいと思うけど、まあこれで最短距離で行ってみましょうか。で案内開始。まあこんな感じですよね。リルートボタンはあるんですけど、これは押さないとリルートならないのかな。まあそのあたりはちょっとね、またナビの方を見ながらやってもらったら、案内見てもらったらいいと思います。ちょっと画面がねちょっと遠いとこからの撮影になるんで、まあその時だけ拡大できればいいんですけど、まあもしあれだったらちょっと声でね、ちょっと説明をしようと思います。ちょっと一回もう一回ルートちょっと消しますね。で、地図の動きとしてはこんな感じね。結構素早くパッパパッパ動いてくれる感じで、北向きとか 3D もできます。この切り替えもね結構早いです。でノースアップね。でまあなんていうか自社位置の自社位置向きですね、の地図ということで、こういう切り替えができます。で。メニューもシンプルで、これは検索画面ね。で、僕なんか特に見たら、これ設定の画面ね。で、設定の画面ももうシンプルです。さっき切り替えてた 2D と 3D の画面っていうのをここで切り替えれるし。で、自動切り替えね。昼、夜の自動切り替え。まあ、目的地に対する方向性の、まあ、こんなんですよね。まあ、本当に最低限のメニューしかないといえばまあそうなんですけど、シンプルで使いやすいといえば、そうだと思います。でここら辺はね僕そんなに、なんていうか使い勝手悪いとも何とも思わないんですけど、で特にねいいなと思ったのは、僕ちょっと適当に入れてみたんですけど、目的地っていうか登録地ね、の、分類ができます。自分でね、まあ二輪館とかちょっと入れてみましたけど、こうね、なんていうかな、登録地をグループ分けできるっていうのがどうなのか、このカルテリアのナビの方なかったような気がする。最近登録地もうそんなに新しく作ったりしてないけど、だから行く時もこうやって自分で登録分けしたところにすぐに飛んでいけるっていうのはまあいいんじゃないかなというふうには思いましたよね。でそうそう、名称とかね、例えばガソリンスタ、まあコンビニでいいか、コンビニってやっ、これ名称だったらあかんか、名称じゃなくて周囲検索とかでコンビニとかやった時に、まあ基本的に近いところからこうザーッと出てくれるんですけど、あ違うな、ごめんなさい、この多分ねこの周辺検索だったらこの距離順に出てくれるんですけど、名称検索の方で行くと、そうですね、何調べたんやったかな、ライダー、さらに二輪館ですよね、ライダー、これ二輪館じゃ出ないです、ライダースタンド、最初のとこ入れてあげないとダメなんです。違うな、ライダースタンドではないな何だったかな、もう部分一致にしたら出るかな、二輪館で、検索、出ましたね、出ましたけど、まあいろんな二輪館がちょっと出ちゃってますけど、これねここ今奈良なんですよ。奈良なんですけど、これ今ドライバースタンドですね、二輪館ね。でこれ鹿児島とか出てるでしょね。これ多分ね奈良もあるんで奈良も出ると思うんですけど、何が言いたいかというと距離順で出ないんですよ。距
距離順で出てくれないね。これ行くのとか、これ大阪なんですけどね、これあの泉中央も大阪ですけど、まあ要するに距離順で出てくれないんで、この名称検索のやつっていうのがちょっと使いにくいかな、なんとなくそれは思いました。はい、あのまあこれはもうなんていうかちょっとしたことなんですけどね、そこら辺をちょっと思ったくらいかな、今のところは。だけどイメージとしてはすごくこう操作がしやすい。 あとこれこれこれ、速度の取り締まりエリアとか N システム、オービス、こういったものも通知をしてくれるので、なんていうかな、データがそれも3年間更新で入ってくるんだったら、すごくまあなんていうかな、便利だな、便利だな、いいなと思いましたよね、僕はね。なんていうか本当にね、なんかこのピッピピッピ、この切り替えがスムーズにパッパッとこう切り替えるのが僕はすごくいいんですけどね、本当に何回も言いますけどね。はい、そしたらね、さっきのところにちょっともう一回行こうと思います。もうこれ地図から行きましょうかね。ちょっと 2D で、はい、ゴール設定してますね。もうね、一回だから設定したらこのまま残ってるんですよね、ゴールがね。現在地に戻して、はい、50m でいいか。でナビゲーションで、ルート検索で、まあおすすめルートで行ってみましょうか。でこうするともういきなりルートが出てきて、これで案内開始ね。このルートどうなってんのかな。まあまあいいか、ちょっと、あ、まあいいか、今ので行こうかね。行ってみましょう。はい、交通規制に従って運転してください。はい、じゃあ今からねちょっと画面切り替えていこうと思います。ではでは。はい、じゃあね、今からちょっと行ってみたいと思います。もう基本的にナビ通り行こうとは思ってますけどね。はい、じゃあよろしくお願いします。行ってみます。まあどうなんですかね、ルート的にね、なんかこうナビゲーションによってだいぶね癖がありますよね。僕も基本的には車、カルティリアのナビが好きで、ずっと使ってますけど、なんかね時々純正のナビの車とか、乗るとやっぱりルートのねこの設定の仕方っていうのがナビによってかなりね、癖が特徴がありますよね。で、これはもう GPS だけ入ってる、ナビゲーションなので、はい、今これ平常空席の駐車場の中なんですけど、道がちゃんと入ってますね、なんでか知らんけどね。はい、まだ平常空席の中ですね。はい、で GPS だけで自立航法の、ものはないんで、あれですね、だからトンネルとかに入っちゃうとちょっとロストは、しちゃいますね、位置情報ね。まあそれはもうちょっと仕方ないんですけど、でまあ僕バイクで使いたいなって言ってますけど、このナビ防水じゃないので、まあそこら辺はもう自己責任でね。ちゃんと出ましたね。まあこういうのもねちょっとご紹介あればね出てくれたらいいなと思ったんですけど、奈良の田舎道なんで、そんな都合よく案内が出るかなと思ってましたけど出ましたね。はい、ということでね、だからトンネルとかに入っちゃうと位置情報はちょっとつかめないという形になります。だけどどうなのかな、スマホとかの場合ね、はい、スマホとかの場合はいろんなセンサーがね入ってて、まあなんていうんですかね、こう
トンネルとかでもある程度ちょっと追ってくれたりはしますけど、これはそういうセンサーは入ってないと思うんで、もう本当に、トンネル入ったところで止まっちゃうと思うんですけどね。今日はちょっと試せないですけど、まあ基本的にそういう感じにはなると思います。これ今ノースアップになってますね。ちょっと切り替えておきましょう。これで今、自社方向が、上向き。制限速度取り締まりエリアです。まもなく左方向です。これはこんなとこで取り締まりやってんのかな、ちょっと僕もあんまりよく分かってないですけど。もしかしたらこれあれですね、あのルート上に、こう取り締まりポイントがある時だけじゃなくて、もしかしたらこう近くにある取り締まりポイントが近くに寄ってきた時に全部警告を出してるのかもわかんないですね。こんな細い道で取り締まりなんかしてないと思うし。で今これ奈良の次24号線っていうちょっと大きな道に出るんですけど、まあそこだったらね、多分取り締まりとかしてんのかな、まあ、多分そのネズミ取りっていうよりは多分こう追跡してっていう感じのやつだと思うが、今みたいな細い道のとこではそんなやってることないと思うんですけどね。だから多分速度取り締まりエリアっていうのはそういうポイントがルート上じゃなくても近くに近づいたら警告してる可能性が、ありますね。ちょっと今あんまりちょっとよく分かってないけど。で交差点の画面表示、これ 50m くらいの地図が出てるのかな。だから 50m くらいで出てくれてる、あこの先ですね、今これ広域にしたら見えた、このまっすぐ行ったところに出ます、あの速度取り締まりエリアっていうのが出てますね。はい、だからイメージとしてはこっちの交差点の詳細地図設定で出るようにオンにしてたら 50m くらいの地図が出てますね。だからこっちを 100m とか 200m くらいに、 100m の次が250か、だから 100m、 250くらいにしといたら使い勝手いいのかな。でやっぱり取り締まりエリアのポイントはあのルート上じゃないとこも出ますね。まあそこら辺はちょっと近くに取り締まりポイントいっぱいあったらうるさいかもわかんないけど、はい、これで24号線っていうところに入ってきました。まあ、今日はねそんなに長い道のりではないので、まあ、高速とかまでの案内のとこはちょっとご紹介できないんですけど、そうですね、まあでも多分高速とかだったら逆に一本でねざーっとこうインターチェンジの案内とかが出るだけなんで。はい、ということで、まあ一般道をねうろちょろしてる方が多分ナビのご紹介にはいいのかなとも思わなくはないですがはい、ということで今のところはね全然問題なくスムーズに案内をしてくれてます。で画面のねこう輝度、もう明るいですよ、これすごく見やすい、まあ、角度がね多分今僕がつけてるカルテリアの、ナビっていうのはちょっと上向きなんですよね。で画面の角度の調整が、できないので、まあ、そういうのもあるかもわかんないけどやっぱり画面見やすいですね。はい、という感じですよね。音声聞こえてますかね、
一応ね、これ音声大なんですよ、大ね、音声はね多分設定のとこでしか変えれないのかな。でここは左折かなので来てないので行っちゃいますよ。はい、うん、まあ案内はね分かりやすいと思うんですけどね。でここも左折かなので行っちゃいますよ、来てなかったら。よいしょ、うん、まあ制限速度取り締まりエリアです、ご注意ください。これは多分マジのとこですねあの、うん、本当にルート上のポイントの案内ですね。これナビゲーションというか走行中に多分あれですね、音声を変えれるところはないのかな。だから音量変えようと思うと多分設定のところに入って音量調整をしないといけない、だと思いますよね。パッと見ボタンなさそうなんでね。あ、そうそう、リルートをちょっとやってみましょうか。これね多分ここ左に曲がったらあれかな、住宅街に入るのかな。ちょっと一回行ってみましょう。リルートが自動でかかるのかな、これ。ここも左折かなので行きますね。これでルートから外れましたんで、どうかな、リルートはかかるのかな。この先制限速度取り締まりエリアルートを再計算します。あ、リルートかかりましたね。この先制限速度取締エリアです。ご注意ください。ルートがかかりましたね。だからこのリルートボタン、さっき言ってた分はあのなんていうかな、本当にだからリルートがかからなかった時に使うのかな。うん、多分そういうことなんですね。位置情報をロストしちゃってとか、ちょっとさまよっちゃってとかで復帰した時とかは多分リルートが自動でかからないから、まあそういう時に使ってくれということのボタンなんでしょうね、多分ね、リルートボタン。はい、いやこれこの値段でこの機能だったらいいんじゃないかなあの僕はあのバイクで使おうと思ってるって言ってますけど、僕のやつ、うん、僕のやつ125なんでね、あの高速とか乗れないし、あの自動車専用道路っていうのも走れないんで、まあ、そういうのが考慮されないっていうのと、あとバイク用のナビじゃないので、あのバイクのこう通行禁止になってるところとかを検索してくれないっていうのはやっぱりそのありますけどね。だけどまあそれは仕方ないですね。バイク専用のカーナビって結構高いですからね。いやでもちょっとなめてたな。で最近あのバイクだと僕の場合あのあれね、スマホで案内をこうやってもらったりするんですけど、やっぱりあの山の中に入っていった時とか、あのヤフーカーナビとか、あのグーグルとかもそうですけど、グーグル最近地図をダウンロードできるようにはなってますけどね。それから山の方は行ってないか、あのルートの設定とかができなくなっちゃうんですよね。一回ヤフーカーナビ使ってて、あのルートをね、あの電波通信できるところで設定までしとけばとりあえず行けるんですけど、途中で N システムが出ましたねあの途中でルートを山の中でね、通信環境がないところで解除しちゃって、また再設定しようと思うと
どうもルートの検索自体はあのネット環境に依存してるみたいで、あの再設定できないんですよ。だからもう山ん中でね、もうちょっと不便な思いをねしたことがあるんですよね。だからあのやっぱりスマホのカーナビ、あの無料で使えたりするのも多いんで、あの便利なんですけど、まあやっぱりこういうのが欲しいなというのは若干思っちゃいましたよね。特に遠出するときね、やっぱり、で車で使う分にはこれで全然いいんですけど、あのバイクで使うんだったら、あのやっぱ音声飛ばしてあげないとダメなんでね、そこはちょっとあれかなと思いますけど、いやーこれいいんじゃないかな。だあのなんていうか、レンタカーはでも今カーナビほとんどついてんのかな。まあカーナビついてない車借りたりなんかした時とかね、あのまあ車買う時にあの純正ナビ買うたらすごい高いですからね。まあカーナビも今でも車のねいろんなシステムと統合されちゃってるから、なんかもうオプションじゃなくなってきてますよね。でこれ N システムっていうのが出てますけど、上のやつかな、今僕もあんまり気にしてなかったけど、この上のやつが N システムでしょうね。ナンバー読み取りシステムね。で目的地の、コミニに到着をしました。特段ね、まあ、1回わざと道外れて D ルートは、かけましたけど、非常にスムーズな、感じで、目的地まで到着することが、できました。はい、ちょっと車止めましょう先ね。目的地着いたのにルートちょっと広い駐車場だからあれかな、動いてたから再検索されちゃったのかな。よいしょ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあリルートボタンここにありますけど、で、まあシンプルですよね。だから目的地設定して、でゴールまでの道の距離とか時間、道の距離が 3.6 キロ、あそうか、リルートかかっちゃったからね。で到着予想時間ね、そういうものが出て、使い方もとてもシンプルだから、機械音痴な人でも全然問題ないんじゃないかな。で使ってつけてもすぐ使えるし、コード1本だけで使えるしね、とてもシンプルで使いやすいと思います。で地図の更新がだから無料でついてくるんですけど、これはねメーカーさんのホームページで SD カードでね、SD カードいや本体つなげてだったかな、SD カードだったかな、なんかそんなんで更新ができます。だからそれはメーカーさんのホームページね、の方に行って、チェックしたらいいと思います。はい、ではとりあえずね、総括の方はまたちょっと自宅の方でちょっと最後 して終わりにしようと思います。ということでよろしくお願いします。ではでは。はい、どうもすいません、ちょっと1点だけね、追加でこれシガーライターの方からナビこう、つけてやってるとエンジンを切るとね、自動的にシャットダウンしてくれます。これスリープとシャットダウンどっちが違う、どう違うかな、まあ、勝手に消えちゃったね。で車のエンジンをつけると電気がねこう供給されると自動でナビゲーションが立ち上がってくれます。ちょっと僕のやついろいろついてるから音が結構ね、出ますけど、でもともと本体の方でもマルチメディア機能ね、さっき言ってた機能もう使わないよっていうことだったら、この本体設定の方の、ナビパス設定っていうやつでナビゲーションソフト自動起動っていうのをオンにしとけば、もう最初立ち上がったらナビゲーションになるので、エンジンをこう切って、例えば今コンビニ
いてますけど、まあ、コンビニ行った時にもエンジン切ったら勝手に切れる。で、帰ってきて、エンジンをかけたら、自動的に、ついて、で、ナビゲーションがもうね、すぐに起動してくれます。まあ、こんな感じですよね。はい。だから、もしかしたらこれエンジン切るときに、スリープモードっていうのにやっとけば、すぐにつくのかな？で、これエンジン入れたら、電源入れたら、ああ、つきますね。だから、ちょっとした、乗り降りの時だったらスリープモードにしとけばいいのかもわかんないですね。まあ、電池だけ、内蔵電池で十分。十分内蔵電池で持つと思うんでね。はい、まあ、ちょっと追加でそれだけ。ということで、ではでは。はい、どうも皆さん、いかがでしたでしょうか。まあ、戻ってきましたけどね。思ってたよりね、どうでしょう。この安価なこの層の、ナビゲーション、まあ、僕もあんまりこういろんな機種使ったことはないですけど、とてもね、やっぱこう、なんていうか、タッチパネルの反応、あと入ってる情報量で、最低限の機能をカバーしているところ、ね、であとはこういうふうな警報、まあ、速度の取締りエリアとか N システム、オービス、まあ、こういった情報も入ってくれてて、しかも3年間、地図の更新が無料ということで、かなりね、お値段からするとコスパは高いんじゃないかなと思います。まあ、今回ね、ルートで言ったら、まあ、ちょっとしかまだ走ってないんで、まあ、いろんなところでね、多分僕走行中も言ってましたけど、ルートの設定の仕方って結構ナビによって特徴があるので、まあ結構ね、幹線を優先して通ったりとか、なんていうかな、なんかこんなとこ通ったこともないような道、まあ、かなりマニアックな道を選択したりとか、まあ、そういった特徴は、まあ、使っていったら多分ね、いろんなとこで出てくるのかもわかんないですけど、まあ今パッと使った感じでは、とても、コスパは高い、製品じゃないかなというふうに感じは、しました。で、まあちょっとまあもう見てもらえませんけど、基本的に静止画とか、いろんなものをね見るようなマルチメディア機能、まあ、写真をね、表示するのでも、写真でも解像度がちょっと高いとやっぱり表示がね、できなかったりとか、表示するのにすごい時間がかかったりとか、まあやっぱり CPU の処理スペックとしてはそこまでね、多分高くないと思うんで、マルチメディア機能は本当におまけという感じで、考えてもらった方がいいかな。ナビメインでね、まあ、使ってもらったらいいかなと思います。あと、そうそう、現在地のね、表示、処理速度っていうのも結構正確にね、やられてるなと思いましたね。現在地大事ですよね、やっぱりね。で、なんていうかな、GPS の受信感度が、僕が、どうなのかな、今回の使用条件がそうだったのかもわかんないけど、結構ね、受信感度がいいと思います。すぐにね、正確な位置をこう拾ってくれる。で、位置ずれも起こしにくいし、GPS に関しては多分結構いいんじゃないかなと思いました。はい。まあ、そうかとするとね、まあ、結局はお値段から考えるとかなり買い得で、より高機能なものを求めるんだったら、やっぱり車のカーナビの方がいいと思います。まあ、ルート、設定関係、ルートの軌跡表示がこれできなかったりとか、さっき言ってた、そのなんか周辺検索した時の動向とかね、そういうのがいいと思います。で、今だったらもうお金そんなにかけずに、スマホでもできちゃう機能も結構あるんですけど、やっぱり、山間部とか通信機能が使えないところに行った時に本領を発揮するのがこのポータブルナビゲーション、だと思うので、ぜひね、まあもし欲しいなと気になっている方をいてたら、選択肢の一つには、間違いなく入れても問題ないと思います。はい、ということで、またね、いろんな商品ご紹介ね、このチャンネルではしていきますけど、またね、よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。